レトロパチゲー。発掘隊。Windows 98。こちらは言うまでもなく PC の OS である。爆発的な人気により覇権を握った、95の待望の光景。USB 対応、IE 標準化など、様々な進化を見せたけど、今思い返すとフリーズも多かったよね。今の OS がいかに安定しているかだな。そんな OS なんだけど、実はファミコンでも動かせたのを、みんなは知っているだろうか。今回はファミコン版 Windows 98を見ていくぜ。今回ご紹介するのはこちら。ベイトンファン制作の Windows 98。実際の Windows 98は98年リリースなんだけど、こちらは2002年頃に発売されたと考えられているよ。メーカー名と大体の発売日くらいしか、このゲームについての情報はない。このカセットもオリジナルではなく、パチモンのパチモンということで、語るべきこともないので早速始めていこう。ゲームを起動すると偽のBIOS画面が表示され、Windows のロゴが登場する。しばらく待っているとユーザー名と、パスワードの入力らしきものが出てくる。マウスカーソルは十字キーで動かし、A で決定となっているんだが、確定以外は全く反応しない。仕方ないので先に進むと、ベイトンファンのロゴが出てデスクトップ画面が出てくる。もうわかっていると思うが、こちらは前回のキーボード型ファミコンと同じく、PC 教育用ソフトとなっている。このゲームを遊ぶため前回があるわけなんだけど、マウスとキーボード。どちらも一切反応しない。これ以前に PC に似せたゲームは発売されているが、こちらはファミコンのコントローラーでのみ操作できる。PC 教育用ソフトとしては、とっても中途半端だね。それでは各フォルダを確認していくとしよう。とは言っても前回と違い、ほとんど全てのプログラムが使用できなくなっている。ほとんどのファイルはこのようなイラストになっており、ここでは193のパチモノの、893が出てくるぜ。上には文献などと書かれているけど、こちらも一切反応しない。唯一できるのは閉じることなんだが、これらは今後も同じと思ってほしいぜ。お次のドキュメントは、歓迎、ありがとうとだけ書かれたもの。C ドライブの方を見ていくと、マイドキュメントが見られるんだが、ここでもファッキューさんが出てくる。ここからは被らないものだけ紹介していくよ。プログラムにはフォトショとワードが入っているが、これらはどちらも起動しない。ただスタートメニューからは起動できるんだけど、文字入力などは一切できないよ。これで何を学べと？そして Windows フォルダを開けてみると、全く開けないフォルダが3つ入っているのみ。こういった開けないものも省略していくぜ。D ドライブには地図のような画像があるんだけど、ファミコンソフト、バナナン王子の大冒険の地図を、改造したものと思われるよ。他には雪だるまの画像。マラカスを持った女の子。ラクダの画像。計算式とカバンの画像。これくらいしか見られるものがない。コントロールパネルを開くと、プリンターやモデムなどが表示されるけれど、開けるのはモデムの項目だけとなっている。まあ文字通り開けるだけなんだけどな。インターネット接続に関しても、真ん中のアイコンのみ反応する。もちろん何もできないけどな。その他のフォルダはどのファイルも開けないか、すでに見たものが表示されるだけ。デスクトップで使用できるものといったら、あとはインターネットエクスプローラーくらいしかないんだが、こちらは自動的に他のサイトへ飛ばされる。このソフトというのは実在のポータルサイト。ただニュースの一つも読めないし、もちろん検索もできない。ただ閉じるだけのプログラムだね。普通に閉じれるだけ本家 IE よりマシかもな。あとは一切役目を果たさない。音量調整しか触れるところはないので、スタートメニューを見ていこう。
本家と同じく左下のボタンから展開していくんだが、ここでも多くのものが起動しない。ここでも起動するものだけ紹介していくよ。まずは何も書けないペイント。すべてのツール、カラーなど、プレイヤーが選択できるものは何もない。これはこのゲームで遊ぶ子供たちの、未来は無限の可能性を秘めた、白紙ということを表しているのだろう。それかこのゲームの虚無さだね。お次は計算できない電卓。これはこのゲームで遊ぶ子供たちの、未来は計算できないという。お次は文字の書けないワードパッド。これならワードを買う必要ないですね。何も表にできないエクセル。ああ、うん。写真を一切扱えないフォトショップ。一切手助けしてくれないヘルプ。それはもうヘルプと言わないのでは？こちらのコマンドプロンプトは、一応起動できるんだが、キーボードが動作しないためもちろん動かない。一体何ならできるんですかね？このゲームでできるのは、ログアウトと、パソコンの終了だけとなっている。これなら安全に電源を落とせますね。てアホか。もうこれ以上遊びようもないので、総評に移るとしようか。それでは総評やっていくよ。ファミリーベーシック、教育用キーボード型ファミコン、これらに続く形で Windows 98をプレイしたわけだが、ここにはあるべき教育要素が一つもない。これ以前のソフトにあった、タイピングすら存在せず、ゲームと呼べるものも一切ない。フォルダを閉じるのが上手くなったところで、企業が欲しがる人材には育たないと思うんだが、一体どこを目指していたんだろうな。先ほど教育ソフトとして成立していないと言ったけど、ここから学べる教訓が一つだけある。それはこんなパチゲーに手を出すと、痛い目を見るってことだな。我々に手はないんだけど、手のある皆様はこのような気づきを得るため、ぜひとも手に取ってみてね。それでは今回はここまで。またね。